2曲目はアスバラの木を聴いていただきました。次が最後の曲、3曲目は第一三章です。この歌は本選歌唱のオーケストラのための簡単な土の歌の終曲で、難しい本選詩部の合唱曲です。最後の曲には先ほど大会セレモニーでもご挨拶いただきました保坂世田谷区長にも一緒に歌っていただきたいと思います。保坂区長、ステージにお上がりください。それでは会場の皆さんもぜひ一緒に歌ってください。それでは最後の曲、第一三章です。よろしくお願いします。手前大きなブルーシート自由席でございます。空いている席をご利用くださいませ。